次に、日本共産党幹部会委員長、志位和夫君。総理はオリンピック・パラリンピックについて、国民の命と健康を守るのは私の責任だ、守れなければ五輪をやらないのは当然だと答弁されました。そこで聞きます。政府の分科会の尾身会長は国会答弁で、たとえオリンピックの競技会場の中での感染拡大が抑えられたとしても、オリンピックを開催することで国内で次の3つの点で人の流れは増えてしまうということを指摘しています。第1は、全国からオリンピックの競技会場に観客が移動するということです。緊急事態宣言レベルの制限を行っても、観客数は延べ310万人になるとの試算もあります。第2は、競技会場の外で行うさまざまなイベントに観客が集まるということです。政府の発表によれば、組織委員会などが主催するライブサイトが19自治体30会場で計画されています。全国の自治体が主催するコミュニティライブサイトが145自治体227会場で計画されています。それに加えて、団体組織が主催するパブリックビューイングが無数に開催されます。ここでも大規模な人の流れが起こることは必至であります。そして第3は、夏の4連休やお盆で感染を避けようと都会から地方への人の流れが起こるということです。こうした人の流れで感染が地方で急拡大したということを私たちは何度も体験していますが、こうした事態が大規模に起こることになります。尾身会長は一昨日の国会答弁でこう述べました。オリンピックを開催すれば今より感染リスクが高くなるのはどう考えても普通だ。開催するというならリスクを最小限にすることが必要だが、ゼロにはできない。リスクをゼロにはできないということは、オリンピックを開催することで新たな感染拡大の波が起こる危険があるということですよ。新たな感染拡大が起これば、それに伴って重症者が増える、そして亡くなる方も増えるんです。そこで総理に聞きます。そうまでしてオリンピックを開催しなければならない理由は一体何なんでしょうか。私は国民に長期間の我慢を強いながら、オリンピックを開催することで新たに亡くなる方が増えるなどということはあってはならないし、そういうオリンピックは開催する意義はないと考えますが、総理はそうまでしてオリンピックを開催しなければならない理由をどう説明されますか。端的にお答えください。そうまでして開催しなければならない理由です。菅総理大臣。尾身分科会の先生のお話がありました。尾身先生については、これ分科会の担当の西村大臣、毎日のように緊密に意見交換しており、私も報告を受けております。当然尾身先生のご意見も参考にして、感染対策の詰めというのはこれは行っていく、こういうことになるだろうというふうに思います。今支院長が前提で言われたということを全て行うかどうかもまだ決まってないんじゃないでしょうか。支委員長。私が聞いたことに答えてない。私が聞いたのは、今命をリスクにさらしてまでオリンピックを開催しなければならない理由ですよ。感染対策いくらやってもリスクを下げることはできるかもしれないけど、ゼロにはできないんです。理由を答えてください。菅総理大臣。守るのが私の責任であります。守れなくなったらやらないのはこれ当然だと思いますよ。それが前提だということを私先般申し上げました。志位委員長。私はね、今のままやったら明らかにリスクが増えると、これはもう専門からも明らかになってる。その時になぜ
そういう状況の下で、まだオリンピックやめると言ってないでしょう。それをなぜね、開催するのかの理由を聞いたけど、お答えがない。埼玉県の大野知事は、県内2か所で予定していたパブリックビューイングの中止を発表しました。感動の共有、そして感染リスク、これを比較して中止を判断したわけですけれども、これが当たり前だと思いますよ。国民の命よりも大事なものはないんです。日本国民の命を私はギャンブルにかけるようなことは絶対にやるべきじゃない。オリンピック・パラリンピックは中止して、そしてあらゆる力をコロナ収束に集中させるべきだということを求めて終わります。